ボリス・エフィモビチグロイスは美術評論家、メディア理論家、哲学者。彼は現在、ニューヨーク大学でロシアスラブ学のグローバル特別教授を務めるとともに、ドイツのカールスルーエにあるカールスルーエ造形大学の特別研究員である。彼はカールスルーエ造形大学とカールスルーエ芸術、メディアセンターで美学、美術史、メディア理論を教えてきた。また、 ペンシルベニア大学、南カリフォルニア大学、ロンドン大学、コートールド美術研究所など、アメリカとヨーロッパの数多くの大学で教鞭を取る教授として、国際的に高く評価されている。グロイスは、レニングラードの高校に通った後、1965から1971にかけて、レニングラード大学で、数理論理学を学んだ。その後、 レニングラードの様々な科学研究機関の研究員を務めた。1976から1981年には、モスクワ大学の構造、応用言語学研究所の研究員を務める。1981年に彼は、ソビエト連邦からドイツ連邦共和国に移住し、多様な学問を探求する。博士号は、ドイツのミュンスター大学から取得している。 グロイスはソ連にいる間、モスクワとレーニングラードの非公式文化シーンで活動しており、37、チャジーなどサミズダートの雑誌に寄稿していた。1979年には美術雑誌、エーヤ上に、モスクワロマン主義、コンセプチュアリズムと題したエッセイを発表し、その中で当時のモスクワの芸術家たちの動向を、モスクワコンセプチュアリズムと名付け紹介した。グロイスは、 社会主義芸術とポストモダン芸術について価値評価を避けつつ考察した先駆的な理論家である。それまでクレメント・グリーンバーグなどの西洋の批評家たちは社会主義芸術とりわけ社会主義リアリズムを大衆芸術であると批判し美学的に却下すべきものとしていた。この美学における規範的な見方に挑戦してグロイスはバルター・ベンヤミンの政治論に依拠しながらスターリニズムの 全体芸術様式の中でモダニズムは生きながらえていたのだと主張し、社会主義芸術を再評価した。彼のこの議論は、新しい世代の批評家たちが、美学における社会主義の遺産を再評価することを促したとされている。この潮流の中で、ミスコ・スーベコビック、マリーナ・グルズニック、アナパ・パレーカなどが、ポスト社会主義芸術言説と呼ばれる議論を繰り広げている。 グロイスは国際美術評論家連盟のメンバーであり、オーストリアのウィーンにある国際文化研究センター、ハーバード大学美術館、ピッツバーグ大学など数多くの機関でフェローを務めている。また、2001年にはウィーン美術アカデミーの校長となった。さらに、2003年から2004年にかけて、カールスルーへ芸術メディアセンター及び、 ドイツ連邦文化財団の協力による研究プログラムポスト共産主義の条件ポストコミュニストコンディションの代表となっている。グロイスがコートオールド美術研究所の研究フォーラムの客員教授研究員であった2006年12月から2007年1月の間に次の対談が記録されている。質問、このことは美術史ェよりも哲学者の方が 必然的に芸術家たちと近い関係にあるということを意味するのでしょうか。ボリス・グロイス、私たちは芸術家たちを2つのやり方で見ることができます。まず、私たちは生物学者であるかのように芸術の種についてネオダーウィニズム的な物語を構築することができます。芸術家はどのように発達したのか、どのように彼らは成功したり失敗したり生き残ったり、 したのかを問うのです。こうした言葉を使って、美術史が植物学や生物学に少し似たやり方で説明されます。二つ目に思想史の一部として美術史を捉えるというやり方があります。哲学の歴史、科学の歴史、文化史の歴史があるのと同じように美術史を考えることができます。つまり問題は美術史をどのように定義するのかということなのです。 植物学や生物学に似たようなものとして定義するのか、あるいは哲学史と似たようなものとして定義するのか、私には後者のように考える傾向があります。すでに述べたように芸術の原動力は哲学的なものだからです。グロイスは近現代美術、ロシア美術、思想史に関して複数の言語で150以上の文章を書いている。彼の本には 次のものがある。グロイスはまた DVD、演刊の中で施行する偶像破壊、儀式、不死についての3つの映像シンキングインループ、3ビデオズ、オンイコノクラスム、リチュアルインモータリティを出している。これらの映像は2002年から2007年の間に制作されたものである。それぞれの映像は著者による理論的なテキストと談話を 異なる映画やドキュメンタリー映像から撮られた断片的動画を組み合わせて作られている。グロイスは数多くの展覧会のキュレーションも手掛けてきた。ありがとうございます。